大陸哲学とは、ドイツ及びフランスを中心とする大陸ヨーロッパにおいて19世紀以降、主流となる現代哲学である。イギリスやアメリカをはじめとする英語圏において19世紀後半から20世紀以降、主流となる分析哲学に比較して故障される。大陸哲学といってもはっきりと英米の哲学と区切られるものではなく、あくまで緩い区切りである。 現に英米にも大陸哲学的な手法や研究をしている哲学者はいるし逆もまたしかりである。例えばイギリスやアメリカに留学して分析哲学を学び独自の分析哲学を展開するパスカル・アンジェルやスーリー哲学のジャンカ・バイエスがそうであるしアメリカではリチャード・ローティーやスタンリー・カベルが大陸よりの哲学を展開している。また分析哲学のルーツと言われる ゴットロープ、フレーゲのほか、ルドルフ・カルナップ、ルートビヒウィト・ゲンシュタインなど20世紀前半の分析哲学の代表的哲学者は、いずれもドイツ語圏の生まれである。また、必ずしもそうであるとは言い切れないが、大陸哲学は文系より文学思考の手法を取るものとしてイメージされることが多く、比較的イギリスやアメリカの論理や言語の分析用のアプローチ方法を取り、 比較的理系よりの問題を扱うことの多い、分析哲学とは趣をことにしている。また、ソーカル事件のように、英米の哲学者が、大陸哲学側の用語や、論理の曖昧さ、いい加減さを攻撃し、大陸哲学側がそれに反発するなど、時として両者は、対立的で、場合によっては、悪意ある偏見、ステレオタイプさえある。その一方で、両者の和解、 統合を目指す哲学者もいる。大陸哲学は、ドイツ関連論やヘーゲル学派の影響が強い。大陸哲学の代表的な手法としては解釈学、現象学、実存主義、構造主義などが挙げられる。両哲学の特徴の対比の例は、参考文献にも挙げている、コンチネンタルフィロソフィーに豊富である。 例えば、ジョン・スチュアート・ミルにおけるジェレミ・ベンサムと、サミュエル・テラー・コール・リッチの評価、アルフレッド・エイヤーとジョルジュ・バ・タイユのすれ違い、チャールズ・パーシー・スノーの二つの文化論などなど。サイモン・クリッチ・リーによれば、大陸哲学と分析哲学の分岐地点は二つあると、されている。一つは、イマヌエル・カントの哲学に対する二通りの反応と、評価であり、英米哲学は、 純粋理性批判の成功した認識論に大陸哲学は判断力批判の実践にそれぞれ強い関心を持った。もう一つはブレンターノラの心理主義に対する二人の哲学者の異なった反応である。数とはエトムント・フッサール、もう一人はフレーゲである。この二人からそれぞれの哲学の流れは分岐し、マイケル・ダメットはそれをフッサールを国会に注ぐ。 ドナウ川に、フレーゲを北海に注ぐ、ライン川に例えている。ありがとうございます。